はい、じゃあ今回もポケモンバトルの方やっていきます。やばいね、やばいんですよレートめっちゃ溶かしましたね。このパーティーね、意外となんか強く見えるんですけど、めっちゃ弱いんですよね。初手なしがもうバレテーラでボコボコにされるんですけど、どうしたらいいですかね。まあ、今回は、まあ、トリルコータスっていう軸で持ってきたんですけど、あと1回負けたら、1400台になってしまいますね。非常にやばい。まあ、レートなんて上げればいいんですけど、すぐに。うん。ぴったり一緒ぐらいかな、レートが。はい、ではやっていきましょうか。ああ、もうなんかね、もう、ナッシーコータスをね、使いたすぎる症候群になっててね、もう。まあ、使うんですけど。あと1体か。ラッタはね、こいつ一応ね、ラッタくんは、あんま刺さってないな。つか、ポリツーが無理なんですよね、これだと。コータスが、いや、ハッサムでいいか。ハッサムでいいな。いや、ハッサムでいいか。畑があればハッサムなんですけどね、僕のやつは泥棒なんでね、まあ、畑落とすが今、教え技がないんで、まあ、ハッサムに覚えさせられないっていうね、まあ、残念なことなんですけど、まあ、どうしようかな。ゲンガーじゃ勝てないだろ？勝てない。ガブリアスもレートビームあるんだったら、まあ、今回タスキじゃないんで、持ってないとか無理なんで、ハッサムしかないか。まあ、初手はね、カプコケコか、ルカリオか、グゾクムシャぐらいじゃないんですか。では、前の勘を取り戻しましょうか。まあ、ローラのポケモン、まあ、ほとんど3匹ぐらい違いますけどね。いや、コータスもか。まあ、コータスはいいでしょう。いや、あまりにもね、アローラだけじゃ勝てなさすぎてね、最近ね、本当にもうガチパしかいないんですよね、どこのレート帯も。うん。ガブリアスで来てくれた。炎 Z。なるほど。ここはトリックルームから入りますよ。で、まあ、トリルから入るんですけど、この顔ですよ。まあ、ナッシーはね、まあ、有名な方使っちゃったんで、もう、バレバレのバレなんですよ。え、いいんですか、それ。別に僕はいいですけど、それ。あー、どうなんだろうな。するぎるまいか、それにしても。ここ、ドラゴンハンマーでいきますよ、じゃあ。いや、爆発してもよかったな。まあ、いいや。落とせ！弱い。まあ、ただ、サメ肌と、激凛で死ぬんじゃないか？オッケーオッケー。まあ、結果オーライと。爆発の方が入ったか？爆発の方が入りましたかね？いや、わかんねえや。まあ、コータスから行きましょうか。いや、間違えた。ハッサムの起点にしてよかった。まあ、いいや、まあ、コータス使いたいんでコータスでいいや。あのね、まあ、なんかね、まあ、今日言いたいことがあったんですけど、本当はね。YouTube の方でね、まあ、なんか転載されてるっぽいんですよね。僕の動画がね。まあ、YouTube の皆さん、こんにちは。僕ね、別に YouTube に上げてないんで、僕が上げてるんじゃなくて、まあ、勝手に上げられてるんですよ。まあ、別にそれはいいんですけど、コメントはね、僕読めないんで、YouTube の方はね。なんで、まあ、Twitter の方かね、ニコニコの方にコメントを打ってもらえればなと。おいます。これ落ちるんじゃない？下手したら。えい！いい火力。おっと、コータスの前に、ひれ伏せ。これがやりたかったんだよ、俺は。もう何回やられたことか。ポリツ。ワンチャン落とせない。ワンチャン落とせない。あー、でもトレースだと HB かな。HB なら、無理か。頼む。いける！お前ならいける！強っ！うち、間に合ってませんよ、君。まあ、なんてね、っていうことなんで、まあ、ツイッターの方はね、詳細書いてもらえてるかわからないんで、ペネロペ127っていうとこに、まあ、リプ飛ばしてもらえれば、まあ、答えるんで、あ、戻っちゃった。ここ噴火でいいよな。多分、自己再生しても間に合わないでしょう、これは。無理無理無理。無理無理。
なんでね、まあそういうことですね、あとは。あとはっていうか。まあ、まあ別に僕は天才とかどうでも正直は果てしなくどうでもいいんでね。まあ、やってるならまあ勝手にどうぞみたいな感じですね。なんか、まあその天才者が見てるかどうか知りませんけど、倒して、まあでもなんか不思議な感じですよね。なんか天才されるって。僕みたいな無名がよく天才されたなって感じもしますけどね。うん、まあ、言ったかな？ Google でね、愚族武者って調べてね、動画の下の方行ったらなんかあったんですよね。うん。たまたま見つけましたね。コータス強いな、やっぱ。いや、まあ強くないんですけどね。あの、今の環境上、ギャラドスがめちゃくちゃ多くて、ギャラドスがもう本当に勝てないんですよ、こいつじゃ。うん。まあ、あと、こいつら、どうなんだろうな。まあなんか強く見えるんですけど、まあ実際弱いと。あんま強くないですね。まあどうなんだろう。ラッタがいらないな、ま、あと。まあラッタね、なんか、まあいけるかなと思って使ったんですけど、まあ何食らっても死ぬと。まあ技構成はね、あ、技構成言っとこうか。ナッシーは、あの、バロリさんの動画のパクリで、コータスは噴火大文字ソーラビーム地震とかですね。で、冷静メガネ。で、ラッタは、お盆持たしてるんですけど、まあ、お盆はいりませんね。まあ、何持たすか迷って、結局、持たすものがなくて、お盆にしました。相手、やば、早選出。フィリピンさん、早いですね。なんか、可愛いポケに、なんか、一匹、あの、凶暴の可愛くないポケがいるんですけど、どうしようかな。トゲキッス、から来るかな。まあ、ミミックから来そうですよね。まあ、ナッシーコータスは無理かな、今回。アシレーンとマリルリーが本当に無理で、まあ、ソーラビーム持たしてるんですけど、あの、コータスってね、火力はないんですよね。ヒデリと噴火の技の火力と、ヒデリの 1.5 倍のおかげで、まあ、無理やり火力を出してる感じなんで、まあ、ソーラビームはそんな入らないんで、まあ、期待しない方がいいと。で、ラッタは、まあ、フェアリータイプとか多すぎて無理ですね、これは。まあ、初手、多分、ミミッキュから来ると思うんで、まあ、ハッサム、ゲンガー、どうしよう。ラッタいける？君ラッタ頑張れる？信じてもいい？信じていいかな？信じていい？ラッタ。ラッタ信じていいのか？お前を。不意打ちと、電光石火と、剣の前とかしか持ってないが、いいのか？ダブルいきます。やばい、ガチポケモンだけなっちゃったけど、大丈夫かな？どうしよう。これで負けたら恥ずかしいんだけど、なんか。まあ、まあ多分勝てますね。まあなんとなくね。はい、じゃあよろしくお願いします。ハッサム、ミミッキュだろ、どうせ。俺分かってんだよ。来いよ、マリルリか。取れるなしにもよかっ、いや、よくないかな。いや、コータスがダメですね。んここは、バレパン、泥棒、羽安、滅力の舞となっているんですが、引いてくると思うんだけど、ここ太鼓ありますか？ないよね。いや、太鼓ないでしょ。太鼓あったとしても、待ってからバレパンで間に合う。いや、Z 太鼓じゃなくて無理か？突っ張ってきたよ、君。大丈夫？待っちゃったよ。え、マリルリに居座るんですか？え、ハッサム対面ってマリルリに居座るんですか？あ、ハチマキか、水ゼット技とかかな？マジでしてきたよ、君。まあ、S 勝ってるんで、まあ、落とせるんですけど。マジか。突っ張ってくるのか、ここ。え、落とせるよね、君。大丈夫？頼むぞ。バレパン。おら！ええー、いや、ちょっと怪しいな。急所か。いやー、どうなんだろう。無理かな。まあ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 、まあ、急所に当たったもんは仕方ないんでね。ガルーラー。
まあ猫騙しでしょうね。てか僕ゲンガー出したけど、冷静に考えたら2メガ選出してるんですけど。まあいいや。猫。あれですかね、ゲンガーバック読みですかね。炎のパンチとかあるんですか。ああ、いや、炎のパンチ教え技だからないな。安心してば、メガじゃないの君。噛み砕く。噛み砕く。なるほど。まあ、潰していきましょう。エラコンさんか。ちょ、もう一戦ありますか？こんなもんでいい？まあ、いいか。今日はこんなもんにしましょうか。あとね、月曜ね、給油もらうかもしれませんね。ポケモン厳選間に合わないんですけど。代行で入れてるんですよ。こういう、間違えた。ガルーラとかね。ゲンガーとかね。まあ、いいか。まあ、毎日やりますか。では、ご視聴の方ありがとうございました。